今日はお話いっぱいアンパンマン号だよ。アンパンマン号がやってきたよ。こんな大きなアンパンマン号、中にアンパンマンたちがいるよ。そしてここがスケルトンになっていて、中がよく見えるよね。で、ここにさらにこんな感じで開いていくことができて、さらにこんな感じでどんどんと開いていくことができるんだよ。とっても面白そうなおもちゃだよねこれ。そしてアンパンマンがいて、それからジャムおじさん、あ、アンパンマンが落ちちゃった。アンパンマンこっちに置いとこうね。ジャムおじさん、そしてメーケンチーズ、それからバータコさん、人形もついているんだよ。こっちの方にはアンパンマンの顔役かまど、アンパンマンがピンチになった時によく焼いてるよね。これはこうやってセットして、これわかるかな、酢のアンパンマン、そしてかまどで焼いて、焼き上がったらアンパンマンの顔になるんだよ。こうやってくるりんくるりんとするとアンパンマンの顔が焼き上がる、こんなかまどがこっちの方についてるよ。そしてジャムおじさんがかまどで焼いているように、こんな感じで遊ぶこともできるんだよ。それからこっちの方は何かな、これはアンパンマン号の看板。それからこっちの方ではあれだね、バイキンマンとドキンちゃんをこう見ているんだね、監視をしているみたい。それから周りにいろんな機器があるし、あ、これは鍋だね。ここでなんかキッチンをすることもできるのかな。鍋がついていたよ。そしてここが運転席だね。運転席にはじゃあバタコさん、そしてメーケンチーズに運転していてもらおうかな。よいしょ。そしてこの真ん中のところ、ここがキッチンになっていて、これをこうやって置いて煮て何か食べ物を作ることができるんだね。そしてここにはミルクがあるよ。それからこっちの方にはメロンパンダちゃんがいた。メロンパンダちゃんになんかいろんな管があって、ここには、あ、小麦粉があって、アンパンマンの顔を焼く元がね、元がここについているんだよ。で、アンパンマンがここに乗って、そして周りをよく見ているんだね。じゃあこうやってもう一度閉めて、それからこうやって閉めて、パトロールに出発。アンパンマン、パトロールよろしくね。アンパンマン号の中を覗いて楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。